Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita bermain Genshin Impact ya. Gua bakal kelarin event yang eventnya bernama Iridescent Tour Araki yang paling gahar dan sejagat raja. Nah, di sini kita bakal dapetin nama si Goro. Goro gua udah C5 sih. Ini kalau gua dapet jadi C6. Ini juga banyak ada senjata baru kalau enggak salah. Ini buat ini senjatanya ini. Atau bukan ya? Oh, enggak guys, ini musik guys. Musik kan ada banyak tuh. Ada kecapi, ada gitar gitu. Nah, ini dia musik keempatnya guys, trompet guys. Oke, kita langsung mulai aja ya untuk baca surat undangannya, pilih undangannya. Masuk ke Watatsumu Island, dia ada di Inazuma. Kita bakal OTW. Ini eventnya itu yang ngadain, mungkin kocak mungkin ya dia ya. Langsung gas aja. Langsung ganti aja, gua mau ganti kakek yang bisa loncat-loncat. Dia nggak ribet. Lokasi di sini ya keren banget ya. Ini kalau misalnya runtuh kayaknya bisa longsor sih. itu. サークの兄貴、安心しろ。たとえ天守閣にいようとも、必ずあの犬を見つけ出してみせるぜ。イットさん、あれはただの噂で。アンジンアパーニニ。おっと、ダチコ、それにチビスケじゃねえか。やっと来てくれたな。会いたかったぜ。 そうだ。こっちはフォンテーヌから来た音楽家でドボルザークって言うんだ。ザーク何気、こいつらのことは知ってるんだっけか？わあ、ドボルザークおじさん、お前も来てたのか。ははっ、二人ともあえて実に嬉しいよ。去年の怪盗祭ぶりだな。息災だったか。まあまあだぞ。お前はなんで牛使い野郎と一緒にいるんだ？ まさかこいつと一緒にイリデッセンスツアーをやってるのか？シビスケ、当たりだが、完全に正しいとは言えねえね。今回は普通のイリデッセンスツアーじゃねえ。俺様とザークの兄貴2実力者2人が手を取り合って開催する新たき命のロックイリデッセンスビッグツアーだぜ。 新たき、なんとかロックって牛使い野郎もロックのことがわかるのか？ああ、牛使いロックって聞いたことねえのか？もももドグドグテン。チビスケ、お前もダラダラと毎日を過ごしてる場合じゃねえぞ。 自分だけのチビスケロックの道を探すんだ。ダラダラしてるのはどっちだよ。 Boleh mundur dulu. Tadi ada bahas soal anjing. ただ噂を耳にしただけなんだ。以前鳴神島と渡津見島の間で戦争があったようだが、これは確かかね？不粋な争い、ロックじゃないぜ。ああ、本当に。 気の毒なことに動物たちにも飛び火したそうだ。カラスやヨウリ、ホウトウイたち、いろんな動物たちが怪我をしたとか。確かに動物たちに罪はないけど、その一番重要なのはそこじゃない気が。俺様たちロッカーにとっては全ての命が大切なんだ。 Terus anjing yang tadi dibahas itu kena dampak juga. Iya. Uwasa sareteiru inu wa ninken no youna tachifurumai datta sou da. Shinshitsu kibotsu de senjou ni arawarete wa taurete shimatta doubutsu tachi o tasukete ichiban anzen na hinanjo made tsurete itte ita toyu. Masari Rokkin Sabodo Kingu da na. Souyu yatsu ni koso aradake ano nakaba ni natte hoshii mon da ze. Dengar di mana ini ceritanya? 実は戦争真っ只中の頃、ちょうど離島にいてね。そこで噂を耳にしたんだ。
その後、それをテーマに歌を作って音楽祭を開催しようと思ったんだが、はあ、残念なことに出資者と意見が分かれてしまってね。その件なら俺様も聞いたぜ。海難にあったから予定を取り消したってことになってるらしいが、実際ただの言い訳だろうね。ああ、実際はテーマのリターンが低いと出資者が判断したからなんだ。それに何やら別のリスクも心配していたようだった。リスク？私も確信を持てないが、おそらくモラを持てば持つほど見えてくるリスクなのだろうな。俺様もそう思う。懐に余裕のあるやつはロックの精神が減るもんだ。ロックの精神ってなんだよ。何にでもロックをかけようとする精神に決まってんだろ。その理屈だとモラにロックをかけた出資者こそ一番ロックなやつってことにならないか。とにかくやつらの役割はこの俺様が受け継がせてもらった。できもしないことを約束するなよな、牛使い野郎。お前は出資者になれるほどモラを持ってるのかよ。イットさんのことなら私は信じているよ。荒滝派はなかなか名の知られた実力のある組織として、奉行の方でも名前を控えていると聞く。そうなのだろ、ドボルザークおじさん。それ犯罪記録で名前を控えられてるんじゃないのか。荒滝派を舐めるなよ。今や俺様の言うことには三奉行だって耳を傾けざるを得ないんだからな。よく言うぜ、チビスケ。信じないっつうのかよ。サブ業の無敵兵士のことは知ってるだろう。ほら、トーマのアンちゃんのことだ。俺様たちは兄弟同然なんだぜ。それにあいつだ、天領奉行の大将、あの九条天狗。あいつと俺様は命を懸けた付き合いだって言っても過言じゃねえ。え、命を取られる関係じゃなくてか。kalau Kanjo Commission? そっちは確かに知り合いこそあんまいねえが、奴らの収入源はこの荒滝屋が罰金で支払ったモラなんだぜ。罰金？あ、税金だ。それにだ、三奉行以外の強者たちのことも忘れちゃいけねえ。例えば話題の札遊び名人アヤトとかね。南のアヤト、北のイットって言葉は知ってるか。さあ、俺様以外に稲妻でアヤトの兄貴の右に出るやつなんざいねえっつう意味だ。そんな言葉があるのかよ。それに屋台幸男にいた偉い狐の客人だ。ラーメン屋の選手権であいつの相手になれたのはこの俺様だけだったんだぜ。もっと言うと、天守閣にいるあの寂しがり屋の神を知ってるか。俺様が主催する祭りを見るのが一生の願いなんだそうだ。前回の豪華祭じゃ自分の将軍様が楽しすぎて我を忘れてしまうのを心配したのか、天領奉行が俺様をわざわざ呼び出して何日ももてなしてくれたんだぞ。お前ってやつはしばらく会わないと思ったらこれか。その勢いで将軍にでもなるつもりかよ、へっぽこ牛使いのくせに。ゲンアラタキ tidak takut tidak berani ya。多少誇張があったというのは分かったよ。だがイットさんは確かにイベント会場に関する問題を解決してくれたんだ。そこについては礼を言わないとね。こんくらいお安い御用だぜ。この素晴らしい会場は五郎の兄弟が審査を通してくれたからこそ手に入ったんだ。後で一緒にあいつに礼を言いに行かねえとね。お前五郎とも知り合いだったのか。そりゃそうだ、やつが帝国軍小隊の大将だってことは前から知ってたんだが、まさか別の身分まであったなんてな。
Identitas apa lagi nih? Hina-san. Hina-san datte? Omae? Hah? Ikidari ogoe dashite dou shitan da? Ano na, Hina-san ga oshiete kureta-n da. Zenkai no gokosai de ore-sama wa tenryou bugyou ni shite yarareta daro? Dakara, konkai wa kaijou wo yasura no te no todokanai basho ni kaeyou to omotte na. Tatoeba koko da. Sonde, ore-sama wa Hina-san ni kisumon no tegami wo okutte miru koto ni shita. Watatsumijima de matsuri wo kaisai suru tame ni wa donna tetsuzuki ga hitsuyou ka tte na. Suruto, sugu ni henji ga atte. Watatsumijima no taishou ni kyoryoku wo moushideleba ii. Tte kaite atta. Sonde, sono taishou no namae ga masa ni Goro datta. Nanto, Goro no kyoudai wa Watatsumijima zentai no taishou datta nda. Nanda, bikkuri shita zo. Souyu koto ka yo. Omae, taishou nante mibun no yatsu ga sou nan nin mo iru to omotteta no ka yo. Ha? SoryaShōtai hitotsu ni hitori taishō ga iru mon daro? Sore wa taichō da! Sō nano ka? Ma ii. Tonikaku, Hina-san ga oshiete kureta okage de, ore-sama wa yatto rikai shita nda. Mechakucha rokku da ze! Ngerok banget, Bang! Hina-san itu ya... Ya Goro itu sendiri, kocak. Oto! Dachiko, ima omoidashita nda ga, kono ato Goro no kyoudai to yakusoku ga atta nda. Rei no inu no ken nitsuite kikou to omotte na. Te koto de, saki ni shisurei suru ze. Kami ga usah ikut nih, benar. Omae ra wa matsuri o tanoshimu koto ni sennen shite kure. Inu sagashi urai, ore-sama ni magaze togette. Matsuri no saigo o kazaru yotei no utage made ato mou suujitsu da. Kaijou wa mada kanzen ni totonotte nai ga, gakkyoku renshiu eriya to yakisumire uri eriya no junbi wa sude ni bacchiri da ze. Dachiko, zonbun ni tanoshinde kure yo. Shono! Haa, Itto-san wa hontou ni taiyou no you ni jounetsudeki na hito da ne. Tabibito-san, Paimon-san, sonna wake dakara mazu wa gakkyoku renshiu eriya e annai shiyou. Ke zona musik. Koko da. Watashi ga kakuchi kara atsumeta gakufu to gakki wo oite iru. Fonteinu kara tokubetsu ni motte kita horun mo aru yo. Koko de nara minna omou zonbun okiniiri no kyoku wo ensou dekiru hazu da. Asobi tsukaretara あちらに用意してある焼きすみれ売りエリアで一休みできるようになっている。イットさんの言葉を借りると、すみれ売りはロッキン芸術食だ。どうだ、試してみないか。 Berarti si Paimon bahan bakar ngerok yang bisa terbang ya. Oi, 勝手にオイラに変なあだ名をつけるなよ。イットのやつもう遠くまで行ったよな。あいつに聞かれたらまずいぞ。ドボルザーコーディさん、さっさと話題を変えようぜ。他に見どころはあるか？音楽愛好家をさらに招待して、物資ももっと集めて、会場をより華やかに飾ろうと思っているんだ。ああ、だが、どれももうしばらく時間がかかりそうだ。あの犬のことを話すや否や、荒滝派の人ではそちらに回されてしまってね。今は久喜忍というお嬢さんだけが計画通りに招待状を出してくれている状態だ。まったく、荒滝派と来たら忍以外に頼れるやつがいないんだよな。なんならオイラたちが手伝ってやろうか。忍の努力を無駄にしないためにも、今回のお祭りが変なものにならないようしっかり見守ってやらないとだろ。お、本当にいいのか？Serius banget, kami urusin.
本当に助かるよ。さっきの件だが、どこも圧倒的人手不足なんだ。ひひ、遠慮するなって。つまりオイラたちは音楽愛好家をいっぱい招待して会場を飾れるものを探せばいいってことだろ。ああ、もともとの計画では5日以内に全ての準備を整えて最後にパーティーを開くことになっていた。ちょっと待っていてくれ。やってもらいたいことをリストにまとめるよ。君たちにとってもその方が便利だろう。ああ、そうそう、追加情報だが、なんとイットさんは最後の日に舞台で歌を披露するそうだよ。牛使い野郎、また一人で目立つ気だな。Gimana kalau Pak Emonya nyanyi juga? Oira ga putai ni agattara, ushi tsukai yarou nanka mii ja nai ji. Kitto, Pak Emon, maji de roku sugeru de. Te naki sakebi nagara nigete ku zo. Pak Emon-san wa kanari jishin ga aru yō da ne. Kōyū hito koso putai ni fusawashii nda. Maa, itte mita dake da kedo na. それじゃあ、ドボルザークおじさんもリストを書くのに時間がいるだろうし、オイラたちは他のところで待っててやろうぜ。ああ、二人とも会場を自由に回っていてくれ。すぐ済ませるよ。二人とも会場を自由に回っていてくれ。すぐ済ませるよ。OK。 カジよ、チレ。おっと、旅人にパイモン。うわ、シノブ、ヘイゾー、お前まで来てたのか。予想外の客人と言いたいところだけど、それほど予想外ってわけでもないかな。さっきまでシノブさんと話してたんだよ。もうすぐ君たちに会えそうな気がするってね。鹿の院同心はさっきから何度も君たちのことを口にしていた。強く願えば叶うというのはこのことだな。勘だよ、勘。肝心な時に決定的な人物を思い出すのが習慣になってるんだ。ハロカリアン。予想外だぜ。オイラたち以外の初めてのお客さんが平蔵だなんてな。天領奉行への招待状はなるべく早めに出すようにと親分に言われてな。親分は特別にサラと鹿の院同心を招待したんだ。なら、サラのやつはなんで来なかったんだ？きっと彼女は、全くイットに会いたくなかったんだろうね。何せ、招待状にはこんなことが書いてあったんだ。九条天狗、俺様と一緒に、サンゴの宮のてっぺんで、最高に燃えるロックスモをやろうぜ！ってね。私がサラなら、きっと親分を三五宮の宮殿のてっぺんから突き落としてやりたくなるだろう。そしたらここみもきっとサラを突き落とすんじゃないか。頭上で騒がれたらたまったもんじゃないしな。とにかくサラはやはりいい人だ。代わりにとスミレ売りを一箱送ってくれたんだ。いい人だって？僕はあれには別の意味が込められてたと思うけどな。別の意味ってなんだよ。奉行所でスミレ売りを食べたくなければ私に喧嘩を売るなとか。なんだよ平蔵、そこまで深読みするほどのことじゃないだろ。お前ら確かスミレ売りを2箱持ってきただろ。ならもう1箱はお前からだよな。それにも別の意味が含まれてるっていうのかよ。もう一箱は奉行所のみんなでモラを出し合って買ったんだよ。僕とイットを逮捕したことのある他の同心たちとか、イットが監獄で作った友人たちとかね。だからこのスミレ売りの祝福はざっくり言うと、またいつでも遊びに来てねってところかな。親分には黙っていた方が良さそうだな。スミレ売りは届けたし、会いたかった相手にも会えた。僕はそろそろおいとましようかな。あれ、平蔵はお祭りに参加しないのか？安心して、
最後の宴を逃す気はないよ。ただその前に離島でやるべきことを済ませなくちゃ。離島に行かなきゃいけないのか。探偵って本当に忙しいんだな。あ、そうだな。戦場で活躍してた人間について何か聞いてないか。離島から広まった噂みたいなんだけど。ああ、あの犬のことか。今回の音楽祭のきっかけとなったあれだよね。テーマと物語については忍さんから説明を受けたけど。そっか、奉行所なら何か内情とか知ってないかなって思ったんだ。でもそうだな、僕の経験からするとこれはただの噂話で犬なんて存在しないと思うけど。おや、その表情、それでも気になるみたいだね。面白い。じゃあこうしよう、僕も用事のついでに聞き回ってみるよ。どうせ離島に行くわけだしね。ganggu enggak nih? Kena ongkos berapa? もう気を使いすぎだってば。君が興味を持ってるものは僕も基本気になるんだからね。それじゃ朗報を待ってて。またね。鹿の院同心は相変わらず自由気ままな行動派だな。さて、私も招待状を送る作業に戻らないと。なんといっても目玉は最後の夜の宴だからな。じゃあオイラたちも頑張らないとだな。そういや、リストの方はどうなったかな。二人ともお待たせ、リストができたよ。このリスト通りにやってくれれば問題ないはずだ。おお、バッチリのタイミングだな。これでオイラたちも出発できるぞ。手間をかけるね。気分転換に音楽を奏でたくなったら楽曲練習エリアまで来てくれ。そこでみんなを待っているよ。もう出せないクエスト。あ、ねえ、ゲームね。Dekorasi apaan? Oh, peta. Nanti ada itu lagi gak sih? Story lagi gitu. Kayaknya udah gak ada story lagi. Ini kali bisa dapet karakter nih. Toro. Gak tinggi tiket-tiketnya lagi. Ada komposisi juga ya. Ini asemen yang dulu nih. Dulu ada event Ito juga, cuma di pinggir pantai gitu. Lupa gue di mana. Ini kayaknya udah kebuka semua gak sih? Apa kira kita kelarin aja semua ya? Ya ini kayaknya udah kebuka semua deh. Ya gue gak tau mau mulai dari yang mana ya. Dari atas aja kali ya, sambil musik. Oke. Ini pertunjukan, pertunjukan di sini. Nah, ini Hina nih, ini Hina Chan. Sayu nggak sih ini? Ini sayu nggak sih? Ayu lagi jaga mungkin ya. Ini enak nih kalau kalian main co-op nih. Adu musik di sini berempat. Dah, lanjut gitu.
Event-eventnya mana? Hah, kasih sirik. Musiknya yang mana kocak? Ya, nanika ensou suru ka? Oh, aku mau atur dekor. Oke, cobain dong. Ah, hito sore-sore no shukan ga aru kara, hajimeru mae ni mazu gakki no chousei o shita hou ga ii daro. Watashi ga tetsudau. Ya. Ah, 大丈夫 da yo. Ini mau main musik di mana sih kok anjir? Ini juga gua. Kasih. Coba baca suratnya. Pergi. Ini gue baca-baca aja ya guys ya. Kalau emang kalian bosen kalian skip aja videonya. Gue mau main musik tapi di mana anjir? Ngobrol sama itu malah latihan je. Sendiri Toma. Atau kelarin eventnya di part berikutnya aja kali ya. Soalnya ini setahu gue cuma event-event doang sih. Ini kayaknya baca-baca aja nih. Pergi. Ini main musiknya di mana? Di sini kak. Ini ada gambarnya ya. Kayaknya di sini kayaknya. Ya. Ii mono ga kike. Oh, udah ini udah bisa nih. Tuh udah kebuka semua nih. Ini bisa kelarin di part berikutnya nih. Coba kita kelarin sekali aja nanti baru kita lanjut part berikutnya ya. Waduh. Kita main master dulu aja lah. Ini sih enaknya main di keyboard sih, kalau di stick tuh agak bingung. Main stick tuh bingung, bre. Serius.
gue selalu salah pencet kalau rame banget tuh. Ini kalau main stick tuh bingung nih, kotak X-nya tuh yang mana dulu gitu. Master doang, Duchamp. Ini harusnya enggak harus 3 bintang sih, enggak sih. Duchamp udah oke tuh, dapat 3 hadiah. Oh, ini Raja Unin, udah, nanti aja lah. Nanti aja di part berikutnya ya. Kalau berikutnya aja kita kelarin semua eventnya. Soalnya ini udah bisa kelarin sih. Ini udah minggu pertama sih loh. Tuh, sisa 14 hari lagi ini udah bisa kelarin. Thank you guys yang nonton, kita lanjut lagi di part berikutnya ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau diskusi, komen aja guys. Nanti gue bakal bantu balas kok ya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa, bye bye.